ところをインスタライブで行いました。でこれをギュッギュッギュッとこうちっちゃくやってとこうやってビローンって細長く小さくなるので、今日はここからこのねカッターを使って薄く切っていきます。で、このトリオスターって根元の方は丸みを帯びていてこう丸くなっていて先がとんがってるんですよ。そういう葉っぱをしてるんですね。だからこのカットした粘土もそのようにで、最近なんかよりリアルになるなって思ったのが、正面から見た時にこう丸みとこうとんがってるように見えてるとしても、作品にした時にこう横から見た時こう厚みが均等な厚みがあるとなんかパーツ感がすごいするんですよ。でも私はそれじゃなくて本物の植物に見えるように作りたいっていうのがあるので、ちゃんとこう横から見た時角張ってる線とかないようにこうさらにこう細くしていきます。細くなってこの先っぽに行くにつれてさらにこう薄くなるようにするってことを心がけながらいつも作ってます。でこれがまあできたとして、なんていうのこういうワイヤーをだいたい何センチ4センチぐらいにカットして、ボンドを用意し適当に出します。これをの先端にこのボンドをつけて、この葉の先につける。でなるべく取れないようにするためにもうここでギュッとしてなじませる。でまたこう横にした時ここのワイヤーとこの粘土のこの段差あるの分かりますか？見えないね。ピントが合ってない。このちょっとした段差も作りました感が出ちゃうから、ここをまたこういう棒を使ってなじませる。このカッターのこの背の部分を使ってこののっぺりしてる葉のこの芯の部分に線をつけて反らせる。本物の葉のようなものに近づけると思うんですが、いかがでしょうか。でこのトリオスターってこれで終わりじゃなくて、魅力的な特徴の一つとしてこの葉の裏が赤紫してるんですよね。
こういう感じ、これとかね。でこれを表現するためになんとなくさっきのと似てるなって感じてもらえますでしょうか。リキッドクレーっていう半透明のタイプにパンパステル、パンパステルの確か赤と紫をそのリキッドクレーの中に混ぜてグリグリグリってやったものがこれ。トリオスターにはこの色をいつも使ってます。でこれをパカッと開けて後ろにつけていくんです。ちょっとこう外れちゃってるけど結局焼くと固まってくっついてくれるのでこのまま続けます。なるべく薄く均等に塗っていく。で表面表から見た時にちょっと赤いところが見えた方が可愛いなと私は思うのでちょっとうっすら出す出す。すると一枚のトリオスターの葉ができましたという感じでいつも作ってます。工程としてはこんな感じですね。でこれをこうスポンジとかに刺して、オーブンでチーンってやって固くしていく。でちなみに今までも作りためてたものがあってこれはもう焼いて固くなってるのでこう触っても手にくっつくことはないですね。